皆さんスマホを掲げてるので、ね、今斉藤コールが起こっています見えないぐらいの感じになってます。斉藤コールが始まりました。それはなかなか動けないですよね、これだけ人が集まってたらね。斉藤さんもねそれぞれ頭下げたり握手したりされるわけですから、この後事務所にやってきた斉藤さんはどんなことを話されるんでしょうか。はい、知事選ずっと取材してきましたけど、こんな明るい表情の斉藤さんを見るのは初めてかもしれないですね。うんうん、笑顔ですね。非常に和やかな表情をされているなという印象です。はい、はい、もう今、はい、まさに事務所の前に今到着しました。はい、今事務所の中に斉藤さん入りました。深々とお辞儀をしています、はい。涙が浮かべてます。そうですね、確かに目が潤んでるように見えますね。当選確実の斉藤元彦さん、午後9時44分ですね、今神戸市中央区の事務所にやってこられました。いただきます。斉藤元彦陣営ウグイススタッフでございます。何度も何度も集まった支援者たちに頭を下げています。お辞儀をしています。ここでお祝いのお花、花束の贈呈がございます。まず最初に斉藤元彦同級生ご一同様代表の福原よりお祝いの花束贈呈でございます。皆様温かな拍手をお送りください。花束を包むこのパッケージも青が貴重ですね。まあ、通常その、ね、選挙事務所でよく見る光景としてはこう支援した議員に囲まれてとか、うんうんうん、まあ、最初 の、 その花束とかもしくはそう講演会場みたいな人が出てくるっていうパターンなんですけども、一番最初に同級生というね、まあ、今回 の、 その選挙の活動を象徴しているなというところもありますね。行っていただきました。それではもう一方ご紹介をさせていただきましょう。もう一方からのお祝いの花束贈呈は兵庫県お上の会ご一同様よりお祝いのお花でございます。皆様温かな拍手をお送りくださいませ。お上の会、これより大変お待たせいたしました、うん、斉藤元彦本人より皆様にご挨拶でございます。あ、大丈夫かな、はい、
皆さんこんばんは。ありがとうございます。本当にまずは今回多くの皆様にご支援をいただいたということを本当に心から御礼を申し上げたいと思います。周りの知人や友人、そしてボランティアスタッフの皆様、そして県民の皆様、県外からも多くの皆様に今回の選挙戦、そしてその前からのいろんな活動を通じて多くの方に本当に応援していただきました。本当に嬉しく思います。ありがとうございます。改めまして、今回の文書問題で多くの皆様、県民の皆さんにご心配、そして県政に対するご不安を与えたということは大変申し訳なく思っております。今回の選挙戦を通じて本当に多くの県民の皆さんと、多くの場で本当にたくさんの皆さんとお話をさせていただきました。その中でやはり私自身も強く感じたことは、もっともっと改革をして県政を前に進めてほしい、躍動する兵庫の実現に向けた歩みを止めないでほしい、そういった県民の皆さんの多くのご期待をいただきました。若い世代への支援、そして高齢者や障害のある方、すべての方々が幸せに暮らしていただける、そんな兵庫県に向けた歩みをこれからも止めたくない、そういった思いを私斉藤元彦強く決意をさせていただいたというところでございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。そして何よりも本当に自分自身が周りの皆さんへの感謝の気持ち、そして謙虚な心をもっともっと胸に刻んでこれから頑張っていきたいと思います。県政運営、これからが本当に大事です。躍動する兵庫の実現に向けた歩み、まだまだこれからがスタートです。今回さまざまなことを学ばせていただいた、私自身もいろんな経験をしました。そういった皆様のさまざまなご指摘やご批判も真摯に受け止めていきたいと思います。県職員の皆さんとの関係のもう一度再スタートしていく、そして県議会の皆さんともやはり政策をしっかり前に進めていく、市や町の首長さんともやっぱり大事な信頼関係をもう一度みんなで構築していく、そういったことを通じて、これはもうメディアの皆さんともそうですけども、あらゆる県民の皆さんとオール兵庫でこの県政を前に進めていく、それが本当に大事だというふうに思ってます。本当にこの選挙戦は一人からのスタートでした。多くの皆様のご支援、ここまで本当に広がるとは本当に正直思ってなかったということも事実です。本当にありがとうございます。改めまして、家族もそうです。支えてくれた家族、そして、友人や知人、ボランティアスタッフの皆様、そして SNS を通じていろんな広がりを持たせていただいた、そこから支援の輪もありました。そして街頭活動を通じて多くの皆様に一人一人の支援の輪を広げていただいた、これが本当に斉藤元彦にとって大きな支えになりました。SNS を通じた選挙戦を本当にこうご支援いただきながら広げさせていただいた。もともと SNS は私もあまりコメントが厳しかったりとか、いろいろありましたんで、そんなに好きではなかったんですけども、やっぱり今回は SNS を通じていろんな広がりですね、やっぱり自分のことを、厳しい状況もありましたけども、見ていただいている方がこんなにたくさんおられるんだと、応援してくれる方が SNS を通じて広がるんだというこの SNS の本当にプラスの面をすごく感じたところです。今回の兵庫県知事選挙は本当に大切な兵庫県にとっての第一歩になります。県民の皆さんが本当にお一人お一人が県政を見ていただいて、何が正しくて何が真実か、そしてどうあるべきかということを一人一人の県民の皆さんが判断していただきました。これ本当に県民の皆さん一人一人のまさに勝利だと思ってます。ありがとうございます。